はい、トイトイです。今回紹介するのはレゴ1974年ポルシェ911ターボ 3.075895 です。まずはパッケージですね。レゴスピードチャンピオンズ、こちらのポルシェはフォルザホライゾン4のゲーム中に登場するポルシェをレゴ化した商品ですね。横の方を見ると胸にポルシェマークをプリントされたミニフィグが写っています。裏を見るとポルシェの本社が写っていて、こちらには実写の写真もありますね。開けてみます。彼ら内容物はこちら、台の袋1、小袋が2、シール1枚、説明書1冊、ページ数75ページ、ピース数180、組み立てます。このパーツ、ここですね。ここ1列ずれてましたね。
完成です。ミニフィグはこちらの一体になります。このミニフィグはフォルザホライゾン4のゲーム内に出てくるキャラクターと一緒だと思います。ジッパーを開けてて T シャツにポルチェのロゴが入ってるのがかっこいいですね。で、表情なんですけど、こちらのミニフィグは表にプリントされたこの一つですね。そして付属パーツのこの紙パーツをはめるとこういう感じの表情になります。着てる服装は革ジャンじゃないでしょうかね。スーパーカーに乗るんでヘルメットしておきます。そしてこのポルシェ911ターボですね。年式は1974年モデルで、ポルシェ911ターボの3リッターってことになってますね。いやー、1974年って言ったらスーパーカーブームドハマりの世代ですよ。このモデルは子供のプレゼントにもいいですけど、スーパーカー好きのお父さん世代にもぜひ買ってほしいモデルですね。若い子たちはなかなかわからないと思いますけど、サーキットの狼とかね、プラモデル作りましたよ。いやー懐かしい。まあ、ギリギリ最近で言うと湾岸ミッドナイトに出てきたブラックバードがこの方になるのかな。ほんとこのレゴ少ないパーツ数でよくここまで再現していると思います。いや、私この愛らしい2つ目とこの流線形ですか、あとお尻のこの膨らみ大好きです。はい、大きさを見てみましょう。横幅がだいたい6センチ、全長は16センチいかないぐらいで、高さが 4.5 センチってとこでしょうか。だいたい大人の手のひらにこういう感じで乗る大きさですね。はい、ミニフィグを置くとこんな感じ。怪獣ブースカと比べるとこんな感じです。まずはフロント周り見ていきます。ちなみにこちらがモデルになった実写の写真です。いやー、まずポルシェモデルのこの特徴的なヘッドライト再現度高いですね。オリジナルにとても近く再現されていると感じました。このヘッドライト、こう左右からこう差し込む構造になってるのってなかなか面白い発想ですよね。そしてこのフロントタイヤ部分の左右のブリスターフェンダーですね。幅の広いタイヤを履くためにブリスターフェンダーがこのボコッと飛び出てるこの感じ、すごくかっこいいです。とてもいいですね。あとこのフロントバンパー部分、この大きなバンパーはとても分厚くて頑丈そうですけど、見た目の通りビッグバンパーと言われていたそうです。このポルシェのシール簡略化してありますけど、ほんとうまく再現されています。はい、運転席周りなんですけど、扉の方は開かない仕様になっています。ルーフとフロントガラスを外すと運転席が見えますね。こちらのクリーム色のシートもワンポイントでいいと思います。座席数は一つで、こちらにこうやってドライバーを乗せることができます。こうやってフロントガラス越しにドライバーの表情もよく伺えます。次にリア周りを見ていきます。まず目につくのがリアウィングですね。このでかいリアウィング、相性がホエールテイル、こちらですね。日本語でクジラの尻尾。これだけでかいと強力なダウンフォースを生んだでしょうね。このターボマーク、このモデルがただものではないことを表しています。リアのこのまん丸とした形、ポルシェモデルをよく表していますけど、ポルシェらしい流線形でとてもかっこいいです。ただこの赤いライン、クリアパーツとか使ったらもっとかっこよかったでしょうね。あとこの網目の部分、ポルシェは RR 駆動、リアにエンジンがあってリアのタイヤが回転する、こちらからエンジンを冷却するための空気を吸入しているんですね。あとこの黒い部分、リアガラスにスモークを貼ってるイメージだと思います。そしてマフラーなんですが、シングル一本出し仕様になっておりますが、ここを外して予備パーツ、補助パーツもう一個つけるとこちらデュアルマフラーになります。マフラーの話になるとね、一本出し派とね、二本出し派にね分かれたりするんですけど、私この二本出しも大好きです。二本出しもかっこいいですよね。補助パーツよく考えられてますね。こちら動作の方なんですけど、普通に滑らかに手転がしできます。こういう感じで結構スムーズに
動きがスムーズです。たまたまフォルサホライゾン4のゲーム持っていますんで、そちらの世界のポルシェ911とこのレゴポルシェ比べてみましょう。フロントくるっと回ってホイール、タイヤ周りもリア周り、フォルサのレゴ完全再現されていました。はい、今回のレゴポルシェ911ターボいかがだったでしょうか。本当にスーパーカー世代やお子様のプレゼントにおすすめなモデルだと思いました。私はこのモデル永久保存版にいたします。以上、レゴ1974ポルシェ911ターボ 3.075895 の紹介をいたしました。ご視聴ありがとうございました。トイトイを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のトイトイマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画も見れます。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバーイ。